スタート。さあ、勝ち馬立てましょう。落ち。朝のトランジション疲れた？あー、そんなに疲れなかった。まひろくんはめっちゃ疲れてましたけど。まひろくん疲れてた？そうですね。なんであたちゃん疲れなかったの？多分あのゴールポストの横に立ってた時にあんまり交代がなかったです。交代がなかった。そうですね。ようちゃんから煽られてたな。そうですね。どうしたのあれは？あのなんか戻らないでいいって言われてたやつ、あれもうディフェンスが完全にパスコースを切るような形で戻ってたから、横に並んでパスをもらえるようにした方がいいのかなと思って戻ったんですけど、あれでも前に行ってパスコースを作るようなイメージなんですか？まあ、俺もその場面見てたけどね、はい、あれは下がらなくてよかった。あれは下がらなくてよかったですか？あれもっと前に行って前でパスをもらう感じですか？もう完全にカルさんがコースをつけるのかなと思って。うまいですか？相手が下がりながら守るわけじゃないんで、そうそう、下がりながら守ってんだったら、こっちとしては前進しながらポジション調整する。またちゃんバックステップで下がってたから、交代あ、俺なんか こっち向きになんか走っていったかと思ったんですけど。また違いですか？違いですね。俺が見た時はね、はたちゃん、はい、交代してたのよ、オフェンスで。あ、オフェンスで、そう、その3対2の状況、はい。あー、ゲットゴール、ナイス。1対0、1対0、真ん中から1対0。ナイスワン、トゥー、ナイスキーパー。ただあの YG のディフェンスでジュクソがパス出して抜けたやつ、前の2人はその抜けたやつについていかないで、ジュクソがパス出した穴に2人で挟みに行くっていう感じになったじゃないですか。3分です。変わってくださいね、アクチーム。あれってハーフマンツの時でもやるんですか？ハーフやらない。ハーフやらないですよ。マイプだけ。ハーフマンツやろうって言ってるのに、フクちゃんがいつもあれやるから、なんでやるんって思ってたんですけど。そういうまあ、タイミングによってはそれをやるのかなっていう感じだったのかなと思ってたんですけど、基本的にはなしなんです。はい、マイプレだけ。多分先週、先々週の紅白戦でも出てました。やってました。注意してあげないと。そうですね。いや、なんかそういうパターンもあるのかなと思って、まずそこを確認しとかんと。チームによってあるかもしれないけど、うちは違うね。ああ、あと1分半。ゴー。おっと。
が1点リード、赤が1点リード、はい、ナイスです。Awesome.